こんにちは、高井です。今回は 5G が世界を救う、そういったテーマで話していきたいと思います。こんな話をしてもうとうとう狂ったんじゃないかって思われるかもしれないんですけれども、そうじゃなくて、実は今回こちらの本を読みました。こちらの本は日本最高戦略という落合陽一さんが作った本です。で、落合陽一さんというと結構聞いたことあるかもしれないんですけども、情熱大陸で有名になった人ですね。で、この人の本を今回紹介していきたいと思います。なぜ今回この本を紹介していきたいかというと、最近少子高齢化だったり、年金2000万問題とか、もう日本がどんどん暗くなるよみたいな、結構テレビで見たことあると思うんですよ。でもそれは違うんじゃないかなっていうふうに言われてたのがこちらの本です。結構この動画を見てる人って年齢層が低いと思うんですよね。で、そういったメディアで言われている情報をそのまま鵜呑みにするのはぜひやめてほしいなということで、今回こちらの本を紹介していきたいと思います。この動画を見終わった後にはテレビで出てくるような情報っていうのを鵜呑みにするんじゃなくて、いやそれは違うんじゃないかなっていうふうに疑いの目で見れるようになれるようにするっていうのが今回のテーマです。それでは早速本題に入っていきます。ちょっとここからは台本を読みながら見ていきます。で、まず落合陽一さんって誰なんですかっていう話からしていきたいと思うんですけども、落合陽一さんっていうのはメディアアーティストです。で、筑波大学の准教授兼実業家です。結構いろいろやってるんですけども、具体的に何をしてるかっていうと、コンピューターだったり電子機器テクノロジーを使った芸術表現を研究したりとか表現したりしてる人ですよね。で、先ほども言ったように情熱大陸で有名になりました。今回紹介している日本最高戦略、これは何について書かれているかっていうと、一言でまとめると、大きく変わりつつある日本をどうやって最高、そして戦略を立てていくかっていうことについて書かれています。もちろん今回の内容は長いので少し端折りながら書いていくんですけれども、基本的に抽象から具体っていうふうに述べていきたいと思います。それではじゃあ 5G がどうなっていくかっていう話なんですけども、まず 5G っていうのは2020年にオリンピックで一気に広まるというふうに言われています。で、これ自体は結構聞いたことあると思うんですけれども、じゃあどれぐらい広がるかってことですよね。具体的に落合陽一さんは2020年をきっかけに日本が 5G 先進国になるというふうに言っています。これを聞いて思い出すのが結構中国とアメリカですよね。中国とアメリカっていうのが今貿易戦争って言ってて、あれ別名 5G 戦争とかいうふうに言われているので、やっぱりアメリカとか中国っていうのが今 5G で進んでるわけですよね。じゃあなんでいけないここで日本が先進国になるかっていうと、これは日本の文化に根付いているというふうに言われています。落合陽一さんはここで何を言ってるかっていうと、日本って実は 4G の普及率が世界トップクラスだっていうふうに言っています。実際ランキングで見ると日本って2位なんですよね。で、1位が韓国です。つまり世界で2番目に 4G または 3G が普及している国です。なんと 95% というふうに言われています。もうほぼどこでも使えますよね。これって当たり前じゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、実はそうじゃなくて、実際自分はフィンランドに行ったことがあったんですけど、フィンランドって結構 IT 国家っていうふうに言われてて、 IT が進んでる国なんですよね。で、実際行ってみたら確かに IT は進んでるんですけども、あんまりネットが通じないってことが結構あって、実際寮から自分が学校まで行くのに歩いてる間っていうのはネットが通じませんでした。でもここまで聞いて、そんなん別にたまたまじゃないの、普及率なんてたまたま上がっただけじゃないのっていうふうに言う人もいるかもしれません。これはどういうことかというと、実は日本人って平等より公正を求める国っていうふうに言われてるんですよね。ただこれだけ聞いてもわからないと思うんで、どういうことかと説明すると、例えば日本って相席居酒屋とかナイトクラブって、これ実は女性の方が安いんですよね。特に相席居酒屋だともう0円だったりしますよね。で、これって実は世界的に見たら結構おかしなことで、もう男女でもう値段自体が違うっていうのは結構異例なんですよね。でも実際ニュースとかで相席居酒屋が0円になってる、どうしてなんだっていうニュースってもうほぼ見たことがないですよね。これって男女を公正にするっていう意味で値段を分けてる、ビジネス的な面もあるんですけども、そういった面も含まれています。つまり男性が無料だったら問題になるわけですね、日本では。でも女性だったら、男女公正ということで無料でもいいよということになっています。で、ここで言いたいのは別にその文化がおかしいということを言いたいんじゃなくて、日本にはそういう価値観があるということを言いたかったのです。じゃあ 5G、4G がなぜこの文化で普及するかっていうと、それは国民が不公平に感じるからです。例えばさっき 4G、3G が 95% 普及しているというふうに言いましたけど、
これがもし静岡県だけ 4G、3G もうネット自体通ってないってなったら結構多分切れる人いると思うんですよね。なんで静岡県だけダメなんだよっていう風になるわけですね。で、これが 5G の時にも起こるという風に言われています。つまり最初はまあ東京オリンピックなんで東京から 5G が進むと思うんですけれども、東京だけずるいじゃないかっていう風にいろんな地域がなるわけですね。ってなるとインフラを整える側もどん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 急いでお金をどんどん投資して広げていかないといけないので、 5G が一気に広まるというふうに考えられています。ここまで 5G がなぜどんどん普及できるかっていうことについて説明したんですけども、ここから重要なところに入っていきます。じゃあ 5G が普及していくとどうなっていくかってことですよね。日本がそれを説明していきたいと思います。具体的には5つ大きな変化があると言われています。1つ目、長距離通勤が改善される。2つ目、最先端医療を受けやすくなる。3つ目、自動化がスムーズに進む。4つ目、輸出で外貨を稼げるようになる。5つ目、子供が少数精鋭になる。この5つになります。それでは1つずつ説明していこうと思うんですけど、長距離通勤が改善される、これどういうことかっていうと、5G が導入されると結構今でもよくニュースで見ると思うんですけども、自動運転がどん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 普及していくわけです。で、結構そのニュースを見た時にへーって思ってるだけの方もいるかもしれないんですけど、 5G が起こると実際それがどう生かされるのかっていうことについて今回述べていきたいと思います。で、それがさっき結論で言った長距離通勤が改善されるってことですよね。例えば東京で働くってなった時に、新卒社員っていうのは基本的に埼玉県とかに住みますよね。なんでかっていうと東京の物価が高いからです。そういった人たちっていうのは実際もう往復3時間以上かけて通勤してる人っていうのが結構いて、で、しかも 毎回満員電車ですよね。ってなるともう満員電車で毎回辛い思いをしながら、メンタルを削られながら通勤していくわけですよね。ってなると仕事のパフォーマンスが下がるってことなんですけれども、これが 5G で大きく改善されるというふうに言われています。なんでかっていうと、自動運転ができることによってタクシーが自動化されたりとか、もう自分の持っている自家用車が自動化されたりするわけですよね。そして自動運転が普及すると事故を未然に防ぐことができるので、例えば前の車がちょっと故障気味だったりとか、高齢者が乗っていたりするともう車が自動的に、あ、この前の車とは車間距離を空けようとかいうふうに事故を未然に防ぐことができるので、交通のスピードももっと良くなるというふうに言われています。そして自家用車が自動運転ってことはもう自分は何もしなくていいわけですよね。朝起きはしないといけないですけども、その通勤中っていうのは寝ることができるわけで、またはもっと仕事したりとかっていうふうに通勤が毎日楽になるというふうに言われています。そして2つ目、最先端医療を受けることができる。これどういうことかっていうと、 5G って 4G では考えられないぐらいの電波の速度なんですよね。例えばもう映画1本だったら 2,3 秒でダウンロードできちゃうっていうぐらいのスピードです。そうなると今まで遠隔治療でやっていたものがもう高速でできるわけですね。ってことはイギリスから日本で遠隔治療をしていたとしても、もう手術する時でも全くのズレがなく、そして時差がなくやることができるということになります。そうなるとたとえイギリスに名医がいたとしても、日本人の、その困っている人たちっていうのを治療することができるので、移動費がなくなるわけですね。っていうことでコストがガツンと下がります。そのため最先端医療でも今より安いコストで受けることができるというふうに言われています。そして3つ目、自動化がスムーズに進む。で、これが一番伝えたいことなんですけども、もしかしたらこれを見てる人の中にも、これから AI に仕事が取られてどんどん人間たちは路頭に迷う的な話を聞いたことがあると思うんですよ。これは違うだろうっていうふうに落合陽一さんは言ってます。じゃあどうなるかっていうと、実際 AI で自動化が進んで、仕事が奪われるっていうとおかしいですけども、今ある仕事をどんどん取っていくっていうのは事実です。ただこれが善か悪かっていうと、日本では善だっていうふうに言う。これなんでかっていうと、日本って今超人材不足ですよね。実際大企業は倍率何十倍ってありますけど、中小企業のめちゃくちゃ頑張ってるけどあんまり認知度が低いっていう会社だと結構人が集まらなかったりとか、アルバイトとかもあんまり今コンビニとか人が集まってないですよね。ここにただ AI が入っていくだけっていうふうに落合陽一さんは言ってます。で、そういったところにどんどん AI が入っていくと、人件費はかからない状態で、機械費用とかかかると思いますけど、人件費がかからない状態でどんどん生産性が上がっていくわけですね。ってなると物の値段がどんどん下がっていきます。で、これってみんなハッピーになるので、もちろん経営者とかもどんどん入れていきたいんですよね、 AI とかを。でも日本は人材不足なんで、ほぼ批判されることなく自動化が進んでいくというふうに言われています。
一方 IT 先進国の中国とかアメリカはどうなるかっていうと、あんまり人材不足じゃないんですよね。ってなるといきなり自動化を進めていくと暴動が起きたりデモが起きたりするわけですよね。実際大昔イギリスで機械の打ち壊し運動っていうのがあって、それがもう機械に仕事を乗っ取られて、ふざけるなって言って機械を壊すっていう運動がありました。ただ日本って別に人材不足なんで、もう猫も手も借りたいような状態なので、別に AI が入ってきたところであんまり問題はないよっていうふうに言われています。別に日本は元から超人材不足なんで、そんなところに AI が入ってきても問題がないどころか、もうぜひ来てほしいという状態なわけですね。そして4つ目、輸出で外貨を稼ぐ。でこれどういうことかっていうと、介護技術についての話で、日本ってこれからもう今も始まってますけど超高齢化社会が来るわけですね。で超高齢化社会が来るってなるとどうなるかっていうと、介護ロボがどんどんできるってことになります。今介護士が足りないっていうふうに言われてたんですけども、先ほども言ったように人が足りないとこはどんどん AI が入っていきます。 AI が入ると、つまりロボットが入っていくことになるので、日本は介護ロボでもはや先進国レベルになるっていうことですよね。そしてこれから街っていうのはもっと老人に優しい街になるというふうに言われてます。まあこれだけ聞いたら嫌かもしれないですけど、簡単に言うと住みやすい街ですよね。全てが自動化されてたりとか、どんどんもう Uber Eats みたいなやつが自動できたりとか、そういう便利な街になっていくというふうに言われてます。でそうなるとどうなるかっていうと、世界中の金持ちのおじいちゃんおばあちゃんたちが日本に来るわけですね。そしてそこでお金を払うことによって、どんどん外貨を稼ぐことができるというふうに言われています。そして最後5つ目、子供が少数精鋭になる。今言われていると少子高齢化ですよね。で少子高齢化でどうやって生き延びていくかっていうと、やっぱり子供を大切にしていかないといけないわけですよね。で今は結構上の年配の方が多いので、票とかの問題でまだ老人用の政策が多いですけれども、これからまあそういう人たちがちょっと口悪いですけど亡くなっていくわけで、そうなると子供をどんどん大切にするようになるというふうに言われています。で実際これについても政府が動き出していて、幼児教育の無償化っていうのを打ち出そうとしています。そのためこれから生まれてくる子どもたちっていうのは、どんどん今の時代に適した変化に強い人材になるというふうに言われています。そこでここまでで内容をまとめて、落合陽一さんが最後に何を言ってるかっていうと、 5G が来ることによって暇な時間が増えて、地域の活性化とか趣味に時間が使えるっていうふうに言われてるわけですね。でここは結構テレビでない内容だと思うんですけれども、5G で自動化が進むと生産性が爆上がりするわけですよね。ってなるともうもはや物に値段がつかないぐらいの値段になる可能性があるということです。そうなると別にお金を、まあ今みたいにもう大金稼がないとダメだみたいなんじゃなくて、まあちょこんちょこんって稼げば何とか生きていけるぐらいの時代が来るというふうに言われています。でそうなることによると、もう働く時間が少なくていいってことですよね。そしたらもう自分たちがしないといけないことはもう遊ぶとかしかなくなるというふうに言われています。もちろんそこでビジネスをするっていうのも一つの大きな選択肢です。はい、じゃあここまでの内容をまとめておくと、1つ目、自動運転で通勤が楽になる。2つ目、最先端医療技術を受けやすくなる。3つ目、業務の自動化がスムーズに進む。4つ目、輸出で外貨を稼げるようになる。5つ目、子供が少数精鋭になるという内容でした。それではここまで内容を終わりたいと思います。自分のチャンネルでは基本的に就活のやり方だったり、フリーランスで稼ぐ方法、大学生が有益に過ごす方法、筋トレについて説明しています。興味のある方はぜひチャンネル登録してみてください。ご視聴ありがとうございました。